ちょっと非常に最近のお話なので、ちょっと、で、ここからですね、2月のちょっとアップデートのお話をさせていただきたいんですけども、ちょっと非常に最近のお話なので、ちょっとスライドが、間に合ってなくてですね、1つは2日、3日前に、情報提供されたお話としては、チャット GPT の、メモリ機能ですね、それが新たに追加されるという形になります。で、これ過去の会話履歴っていうのは学習が今まではされて、自分、大元には学習としデータとして使われているかもしれないんですけど、ユーザーにはあんまりご利益がなくて、新しいチャットを開くと、自分の会話履歴とかっていうのは完全に使えなかったんですけども、こういうのが自分の会話履歴も、ファインチューニングというチューニングで使えて、よりですね、パーソナライズできると。いう形の機能が今後実装される予定と形になります。で、これはなんかメモリー機能という形で呼ばれてまして、自分の使ってた過去の会話履歴を、次にやる、チャット履歴に使えると。で、これはセッティングのところに、こういうパーソナリゼーションという項目ができて、これは一部の人にしかまだ出てないですけども、そこで、過去の、メモリー、ということで、過去の会話履歴を、使うかどうかっていうのを判断できると。いらなかったら消し捨てるという機能が 近くですね、実装されるようです。で、あとですね、これも、昨日、今日、2日前ぐらいだったんですかね。このソラっていう、テキストからビデオを生成する、モデルっていうのがですね、今いくつかありますけども、すでになんかもうすでに何個もあるので、これは新しいってわけではないんですけども、オープン AI 社も このモデルをソラというテキストからビデオを生成するモデルを、今後公開しますよという発表が、2日前ぐらいにあったという形になります。で、一応こういう形で、モデルによって、結構その画質が結構違うので、使いたい画質を作るときにはどのモデルがいいかみたいな感じで、一つの、見た感じ結構リアルな感じの動画を作る際には、こういうモデルもですね、使えるんじゃないかという形になります。